きに行くの？うん、そうだよ。ちょっと、ブルスに着いたよ。ブルスに着いたよ。じゃあみんな降りるよ。パパ、この一人で忘れた。今日はですね、これをやりたいと思います。これでーす。レゴナンバー60150シティピザのトラックでーす。じゃあやってきまーす。多すぎ。説明書2枚終わるかな。やっていきましょう。おやつだよ。おやつだよ。おやつダメ。この部屋は幼児。食べるから。おやつはね、この部屋はダメですよ。幼児お腹空いたから。じゃあ向こうで食べておいで。食べて終わってからおいで。わかった。楽しいの部屋はおやつダメですよ。持ってきたら。また。あ、幼児。いっぱい入れるか。ピタッと。お菓子こぼすなよ。ちょっと。何食べてるの、幼児。それ何？何のお菓子？わかんない。わかんない？じゃがりこ？じゃがりこのお菓子の。じゃがりこのお菓子の？グリーンのお菓子。それ札幌ポテト。勝ち盛りじゃん、幼稚園。勝ち盛り？勝ち盛り？勝ち盛り？勝ち盛りじゃん、札幌ポテト。ここで食べんじゃねえよ。おい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 、食べるからじゃないよ。これお腹すいたの。お腹すいた。おい、じゃがりこ勝ち盛りだよな。これルージの顔が見えない。じゃがりこ勝ち盛りで札幌ポテトだけど中身は。これ何味？札幌ポテトの味。え？美味しいの？ここ？何？何？ポテト。パパがポテトチップ。タスの部屋で言った。そうダメですよって。楽しいの部屋でポテトチップ食べちゃダメですよって。誰が言った。
パパでしょ。じゃ、食うとるやん。うまい。いい音してるよ、ヨジ。いい音してますよ、ヨジ。美味しいですか？これ、あれだね、このピザトラックはアイスクリームと同じデザイナーの人なのかな。まあ、よくわかんないけど、システム同じ人が作ってるんじゃないかなっていうぐらいの感じ作り方っていうかデザインっていうかちょっと覚えてないけど、パイ君じゃ歯がある？歯がない。歯があるでしょ。幼児は歯がない。歯がここない？上ないよ。だからだんだんだんなくなった。下はある？下はあるね。下の歯はある。上ない？上の歯はもうボロボロなってる。だからおばあちゃんのテーブルにぶつかった。ああ、おばあちゃんのテーブルにぶつかったからなくなっちゃったな。だから幼児がめっちゃ泣いてた。幼児が泣いてたんですね。痛かったの？ああ、それ痛いわな。え、なんだあの音。え、なんだあの音。美味しいの？うん、美味しい。よかったね、美味しいの。ユージ、それはちゃんと綺麗な手で触らないとダメだよ、お菓子食べた手で。服なレゴのシャツで。んこれ誰のバイク？これ、うん、これはあれじゃない、ピザ買いに来た人のバイクじゃない。今ピザのやつやってる。どうしたどうした。自分の顔で拭いたの？ヨジ。何してるの？うわ、めっちゃついてるよ、ヨジ。顔に。顔にめっちゃついてるよ。いいよ。いいよじゃないよ、ヨジ。スナックの匂いがすごいぞ。砂じゃないよ。砂じゃない。スナックの匂いがすごいよ。砂が。ズナガじゃないの。ズナガ。なんだよ、ズナガって。ズンナガ。ズンナガって何？めっちゃ食うね。めっちゃ食うじゃん、お菓子ばっかり。なんかお菓子ばっかり食べてるの。じゃがりこはもうなくなっちゃったからこのお菓子入れたんだよ。うん、じゃがりこの入れ物にサッポロポテト入れてきたの。もじが入れ食べちゃったからごめんね。何でごめんね。このお菓子入れたんだよ。あ、そうなの。うん、これはじゃあパパに持ってきてくれた感じ。うん、あ、そうなの。ありがとうね。一個も食べてないけど。あ、食べて。食べていいの？いいよ。ありがとう。感覚よね。食べていいよ。あ、いいよいいよ。とりあえず後で食べて。はい、落とさないでくれよ、ヨジ。レゴの部屋で。
猫の部屋で汚さないで。おお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 おい、なんでここに置いてくる。601050完成しました。ピカトラック、ドピザスクーター、この感じで、なんか一応これだけにしておくか。こうやって中が開きますよと。ピザの移動販売ケータリングからですね。はい、ということで601050でした。また次回お会いしましょう。